ケーキの美味しい作り方を簡潔に教えて。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、3回もアップデートをしました。僕のオリジナルチャットエキスパート、これですね、チャット GPT の API を使ったアプリなんですけれども、 Windows 版という縛りはあるんですけれども、先日からもうバージョン 1.7 まで来ました。そしてそのうちのですね 1.72 というのになりまして、翻訳機能がめちゃくちゃ楽に早く、そして今までよりも的を得た翻訳ができるようになりました。僕のチャット GPT は今入力しましたよね、ケーキの美味しい作り方を簡潔に教えて。これをですね、チャット GPT で聞いたことはあると思うんですが、英語で聞くとさらにいい提案をしてくれる。やはり英語で作られた AI だからというお話は聞いたと思うんですけれども、じゃあ英語でやりたいという時にですね、英語の得意な人ならいいんですけれども、通常はですね Google 翻訳とか使いますよね。でも僕のソフトはファンクションキーの1番を押すだけで変換するんですが、今まではですね、ケーキの美味しい作り方っていうだけじゃなくって、チャット GPT に翻訳機能を任せていたんですね。するとですね、なんか尾ひれをつけてですね、日本語を英語に翻訳しましたみたいな言葉がついて、ケーキの美味しい作り方とかですね、ここにですね、ケーキの美味しい作り方はこうこうだよみたいな答えを返してきたりですね、僕は英語に翻訳したいだけだと言って、いろんなシステムロールとかを変えたんですが、全くダメでして、まあそれならもうここはチャット GPT じゃなくって、違う翻訳の API に任そうということでやってみました。じゃあファンクションキーの1番を押します。はい、このようにですね、英語に簡単に変わってくれます。もう一つぐらいちょっと聞いてみましょう。じゃあ、日本でラーメンの美味しいところはというふうに聞いてみます。またファンクションキーの1番を押します。すると翻訳ができます。これって便利と思いません？もう Google の翻訳とか DeepL の翻訳がほぼいらない。まあ正確さとか信用性という意味ではもしかしたらそれはあると思うんですが、簡易な翻訳をするのにはこれがとっても便利です。もう翻訳機能を使わなくていいわけですから。じゃあ次はですね、もう一つの日本語と英語の機能というのがあるんです。それは右クリックして、この日本語英語ダブル回答というのを選んでいただきます。そうしましたら普通のように日本語で打ってみます。花の名前をリストしてこのように聞いてみます。この回答時間とかっていうのはわざと削っていません。時間を見ていただくためというのもあります。ずらずらっと出てこないので少し長く感じるかもわかりませんが、はい、このように日本語も英語も出てきました。そして日本語と英語との境目にはトランスレイティッドということで翻訳しましたということになっています。字の色も質問と答えと、そして英訳の色が違うのですぐ分かりやすいですよね。ちょっと皆さんに字が見えにくいかも分かりませんので、こんなフォントサイズの機能もありますので、18ポイントにしてちょっと大きく見ていただきましょう。まあこういうふうにちゃんと翻訳をしてくれるわけです。もう一個ぐらい質問をしてみましょう。はい、今ちょっと嫌な時期になっている人も多いんじゃないでしょうか。花粉症について簡単に教えてというふうに入れます。
はい、じゃあ出てきました。花粉症とは主に春先からうんぬんというふうにね出まして、そして下にその翻訳というのが出ています。翻訳の正しさというのをちょっとだけチェックしてみましょう。これをコピーします。そうしまして Google 翻訳を立ち上げてみます。はい、入れてみました。花粉症の原因となる花粉は杉、白樺、ヒノキ、アダミ、ヒノカツユキなどがありますということになっています。また花粉症は年々症状が悪化することがあるため早めの対処が必要ですとなっていますが、これに対しての先ほどの文と若干確認をしていただきます。鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみ、充血などが挙げられますということで、そして花粉症の飛散が多い時期や場所を避けるなどが有効ですということで、ちょっとまとめてくれたという感じになっています。これはこういう専用のライブラリーを使ってやってるんですけれども、このような形で回答をしてくれます。 100% というわけでもないですけれども、このように今まででしたらいろんな注釈をつけて話してしまうチャット GPT でしたけれども、端的に回答をくれるので英語の勉強とかにはもってこいです。ぜひ皆さんもこのオリジナルのチャット GPT、 Windows を使っている方なら一度試してみてください。特に今回は英語が強くなったバージョン 1.7 にこの辺のところのお話をさせていただきました。また皆さんもいろいろ使ってみて不具合とか、もう少しこんな風になってくれたらとかいうのは、システムロールというのを変えたらそれがアップデートしたりできるようになっています。そして皆さん、このバージョンは皆さんの好みのチャット GPT に変える機能がつきました。 1.7 以降はそういう機能がつきまして、右クリックをしてですね、ユーザーシステムロールというので、通常はプログラマーしか扱えなかったシステムロールに呪文のような文言を書いて、そしてあなたの好むチャット GPT に変える機能が 1.7 からついています。この機能につきましても他の動画もありますので、また見てください。下のこの文章ですね、この文章を変えるとですね、いろんな専門家に化けてくれます。そしてそれは僕が作ったものではなく、あなたが作ったそういうチャット GPT になるという、とってもアクティブなプログラムになりましたので、皆さんぜひとも使って、また感想などコメントいただけたらありがたいと思っています。村長スタジオでした。ありがとうございました。